こんにちは、動画ファンの成田です。今回はインスタグラムの投稿でおすすめのハッシュタグを簡単につけて投稿できるハッシュレコをご案内いたします。インスタグラムに写真など投稿するときには、シャープのマーク、イゲタのマークですねを頭につけたキーワード、ハッシュタグをつけて投稿すると、そのハッシュタグで検索をして、投稿をたくさんの人に見てもらうことができますので、ハッシュタグやはり重要になってくるんですけれども、実際に投稿するときに、どのハッシュタグをつけたらいいのかわからないということも多いのではないでしょうか。どのハッシュタグをつければ多くの人が見てくれるのか、どんなハッシュタグが人気なのか、非常に気になるところだとは思います。そこで、自分がインスタグラムに投稿をするときに、その内容に合ったおすすめのハッシュタグを、簡単に検索して、そしてコピー貼り付けで簡単にインスタグラムに投稿できるハッシュレコをご案内してまいります。では実際にやってみましょう。解説ページ開いてみてください。動画の右上のアイマーク、もしくは動画の下の説明欄から解説ページ開くことができます。また今回はインスタグラムの投稿になりますので、多くは、スマホから投稿することが多いかと思いますので、今回はスマホでの使い方解説をしてまいります。基本的な使い方はパソコンでも同じですので試してみてください。では解説ページ開く前に、まずインスタグラムの投稿を、投稿の一歩手前まで済ませておいてください。今回はこのちょっとスペアリブを焼いた写真がありましたので、その写真を投稿したいと思います。で、写真とあと文章はもうすでに入力をしてあります。この状態で一旦こちらは閉じまして、解説ページ開いてみてください。はい、解説ページ開きますと、このようにインスタグラムハッシュタグ検索ツールハッシュレコというリンクがございますので、こちらをタップして開いてください。はい、そうするとこのようにハッシュレコのページが開きます。で、最初にこのように使い方が表示されます。使い方書いてあるので分かりやすいかと思います。とても簡単です。では一番上まで戻ってください。上にスクロールして一番上まで戻ります と、ちょっと下側にこのようにグレーのキーワードを一つ入力してくださいというグレーの枠がありますので、こちらをタップします。そうするとこのようにキーボードが開いてキーワードが入力できるようになっておりますので、ここでキーワードを入力していきます。で、今回は、スペアリブとか、スキレットとか、そういったキーワードがいいかなと思いますので、では、スキレットにしてみましょうか。スキレット鍋、スキレットと入れてみました。これでこの検索ボタンですね、こちらをタップします。そうするとこのようにあっという間におすすめのハッシュタグが表示されました。で、これ見ていただいて、もしあまりいいものがないなということであれば別のキーワードに変えていただければ結構です。ちょっとスキレットだとあまりいいのがなかったのでスペアリブにしてみましょう。スペアリブで検索してみます。そうするとこのようにスペアリブにおすすめのハッシュタグがダダッと出てまいりました。では、この中で、もちろんこのスペアリブですねは選択します。で、選択するとこのように色が変わりますので、このように必要なハッシュタグをタップして選択していきます。肉好きとか、あとはクラフトビールが美味しかったですとか、あとは他に何かいいのがありますかね、おつまみとか、そのぐらいですかね。オーブン調理は違いますね。このぐらいで、そうするとこの下にスペアリブ、肉好き、クラフトビール、つまみということでおすすめのハッシュタグが表示されました。
で、ここに書いてあります。4セレクトしてありますよということで、いくつ選択したかが表示されております。で、よろしければこの右下のコピーですね、こちらをタップします。そうするとこのようにクリップボードにコピーしましたという表示が出てきまして、選んだハッシュタグがコピーされました。では一旦このハッシュレコ閉じます。そしてもう一度インスタグラムの先ほどのページですねを開き直してみてください。そしてここのところに先ほど選択したハッシュタグ入力していきます。機種によって違うと思いますが、長押しとかするとこのように貼り付けが出てくるかと思いますので貼り付けをいたします。そうするとこのようにスペアリブ肉好きクラフトビールおつまみということで表示がされました。これでハッシュタグ入力が完了いたしましたので、あとは右上のシェアボタンを押して投稿が完了すればおしまいです。はい、そうすると投稿完了しました。確認してみましょう。そうすると選んだ4つのハッシュタグ入力されておりますね。これ以外にももちろん自分で思いついたハッシュタグがあればいつも通り入力することもできます。インスタグラムの投稿をするときに、実は一番悩めるのがこのハッシュタグだと思います。またこのハッシュレコですね、少し下にスクロールをいたしますとこのように人気のキーワードという表示が出ております。今どのようなキーワードがよくこうハッシュレコで検索されているのかというのが分かりますので、そうするとインスタグラムにどのような内容の投稿が多いのかということを知る目安にもなるかと思います。インスタグラム投稿するときについ悩んでしまうハッシュタグ、ハッシュレコを使って簡単に投稿してみてはいかがでしょうか。それでは以上となります。最後までありがとうございました。